どうもポッカメです。樹液に来る生き物といえば皆さん何が思い浮かびますか？カブトムシ、クワガタムシ、スズメバチ、チョウ、カナブン、まあいろんな昆虫がよく知られてますよね。でも忘れてもらっちゃ困る樹液場にめっちゃよくいるこの昆虫を、これ皆さん何か知ってますか？樹液に集まる代表的な虫でカブトやクワガタをよく捕まえに行く人は多分必ず知ってるレベルなんですけど、一般からの知名度がいまいちなんですよね。この現状を変えたい。硬い羽を持っている甲虫であることはわかると思います。コガネムシ、クワガタムシ、テントウムシ、ハムシ、カミキリムシ、ゾウムシ、タマムシ、まあ甲虫にもいろいろいますけどね。じゃあこれは一体何の仲間かわかりますかね？体は長細くて黒色、ゴミムシやクワガタムシみたいな顎がありますね。でもこれクワガタでもゴミムシでもありません。はい、これ何の仲間かというと、ケシキ水の仲間です。いや知らんって思った。そう、なぜか知名度が微妙。でもこのケシキ水はカナブンやクワガタよりも樹液場でよく見るくらいいっぱいいる昆虫なんですよね。その名も四つ星ケシキ水です。四つ星ケシキ水、赤い斑点、つまり星が4個ありますよね。ちなみにケシキ水は漢字で書くと、あの花のケシに木を吸うです。どう、めっちゃ綺麗でかっこいい虫じゃないですか。四つ星ケシキ水は北海道から九州奄美まで広い分布を持っていて、樹液が出ているクヌギやアベマキ、コナラなどの木によくいます。樹液が大好きなんですけど、幼虫の間は他の昆虫も捕食するみたいですね。樹液が出ているところにいっぱい集まっているので、英語ではピクニックしているみたいということで、ピクニックビートルっていうらしい。かわいい名前。体長は最大14ミリ、この子は11ミリくらいかな。サイズは小型から大型まで幅があって、オスは体の大きさによって繁殖の戦略を変えるらしいですね。基本的には大きければ戦いを好んで、ちっちゃければ戦いを避けるという戦略ですね。まあ昆虫に限らず、いろんな生き物によく見られる習性ですよね。ケシキ水のケシは、ケシの実みたいに小さいという意味で名付けられたと言われてます。いやちょっと待って、そんなバカな。ケシの実なんてせいぜい数ミリでしょ？どういうこと？そんなにちっちゃくないじゃん、どう見ても。はい、これは命名がおかしいわけではなく、この四つ星ケシキ水がケシキ水の中の異端です。ケシキ水の仲間のほとんどは体長5ミリ以下の微小な昆虫なんですね。四つ星ケシキ水が異常にでっかい種類です。というか日本最大のケシキ水です。体は光沢がある黒色で、赤い特徴的な斑点が4個あります。以前紹介したチビクワガタにもちょっと似てますが、触覚の形とか顔つきなんかが全然違います。もう一つ面白い特徴がお尻。上羽が短くてお尻がちょっとはみ出ちゃってるんですよね。これはチャームポイント。もちろん左右非対称の大顎も特徴的ですね。オスの方が顎が大きくて、オス同士で戦うみたいです。全く別の種類なのにクワガタと同じような習性と顎を発達させてきたのは面白いですよね。先っぽが玉みたいになってる触覚や、丸く飛び出た副側もすごく可愛らしい。体はかなり平たいですね。ケシキ水の中では超大型だと言っても、カブトムシとかカナブンとかと比べたらあまりにもちっちゃい。だから追い払われたりしないようにあんまり目立たず樹液をもらってるんでしょうね。これはこれで賢い。ちなみにクワガタみたいな顎を持ってるのはあくまで四つ星ケシキ水の特徴であって、ケシキ水の大半はこんな特徴的な姿をしてないです。まあケシキ水といえばこれってくらい有名なんだけど、決してケシキ水のスタンダードではないということですね。下面はこんな感じ、黒色ですね。なかなか起き上がれなくてもがくかわいそうな姿。体に丸みがないからね。めっちゃ回ってる。皆さん、カブトやクワガタやカナブンもいいけど、この四つ星ケシキ水にも注目してほしい。ケシキ水っていう昆虫の知名度を少しでも上げたいですね。問題は大型種以外のケシキ水を僕も全然知らないっていう。勉強してきます。また紹介できたらいいな。はい、というわけで今回は樹液に集まる四つ星ケシキ水を観察しました。皆さんぜひ覚えてあげてください。カブトムシ捕まえる時のハズレ扱いは悲しすぎる。というわけで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。